皆さんこんにちは、エスプリの荒波です。今日はですね、80ハリアーへエアロパーツの装着をしてみましょう。まずはですね、車のご紹介をさせていただきたいんですけど、今回ですね、足回りだいぶいろいろ手をかけてまして、まだこれセッティングが煮詰まってないんですけど、今回はちょっとホイールをね変えてみたんですけど、それがこちらですね。これはですね、インフィニットワークスっていうアメリカの単造ホイールのブランドで21インチですね。それを今一旦ちょっと合わせてる状態で、まだこれからセッティングするところなんですけど、それに合わせてまたエアロもつけていこうかなっていう感じでやってます。じゃあ次の紹介でメインのエアロ、さあ一応一個一個ご紹介していきたいと思います。まずこれですね、フロントスポイラー。これちゃんとこう切り欠き穴があるんですけど、この樹脂の部分を全部外してしまって取り替えるようなエアロになっています。次はサイド。次はサイドですね、これはもうね塗装済みってことで。そうですね、通常塗装済みでの販売はご用意がちょっとないんですけど、これは一応シャルに合わせた上で塗って、あるものを今回動画のために今取り付けていくっていう感じで用意してあります、はい、通常はミート層ですね、はい、これもですね、もうさ一人じゃちょっと持ちきれないんですけど、この部分ですね、はい、これも樹脂を変えて完全に取り外して交換していく部品になります、でリア、リアです。はい、リアこれです、これリアだけね、かぶせにしてあります。っていうのも理由がありまして、このハリアーがスマートキーですね。これを持った状態、ここでセンサー感知範囲内でキックセンサーがついてまして、これでハンズフリーで開け閉めできるっていう機能がついてるんですけど、それのこのセンサーがこのバンパーの中に入ってます。でこれが結局交換式にしてしまうと、このセンサー移植が難しいっていうことで、ここだけかぶせにしてあります。ただこの広い樹脂の面積を全て覆ってしまうような形なので、イメージはね全然変わると思います。専用のですね、マフラーですね。これチタンブルータイプですね。本物のチタンではないんですけど、発色の出る専用の溶剤を使って綺麗に作ってあります。でこれを組み合わせてつけていきます。で今回ですね、今まで弊社でも紹介したことがないんですけど、リアゲートスポイラーです、ここですね、これのブラックカーボン仕様。へー、これまだ正式な製品化っていうわけではないんですけど、ちょっと課題点もあったので、まあ、ただ一応作ったのでちょっとつけてどんな雰囲気になるかっていうのを見てもらいたい。じゃあ早速取り付けの方に入っていきます。はい、ということでまずはですね、じゃあマフラーですね、取り付け入りたいと思います。これもうカット入ってますけど、純正バンパー一部カットして付ける形になりますん で、 この切り欠き、ちなみにモデリスタグランブレイズスタイルに適合するマフラーと共通になってますんで、モデリスタさん付けてる方ももうこれカットされてるんですけど、この場合はそのままね付けていけますんで、早速作業の方進めていきます。一応排気漏れの確認を。はい、マフラー装着完了しましたんで、次はですね、リアのアクスポイラーそのままつけてきます。続きましてフロントスポイラーですね、こちら取り付けしていくんですけど、先ほど申し上げたようにここから交換式なんで、まずですねフロントバンパーの外しからやっていきます。
そしたらですね、LED のデイライトの配線をやってきますが、ハリアーはですね、ここですね。ここにディーラーオプション用のコネクタが来ているので、これを利用してアクセサリー電源ですね、デイライトとして使うためのアクセサリー電源を取ってきます。はい、先ほど見ていただきましたオプションカプラーなんですけど、どこに繋がっているかというと、これ運転席側の足元なんですけど、この緑のバンドで止まってるこのカプラーに配線がまあ繋がってる形なので、ここにですねアクセサリー電源を入力してですね、デイライトとして点灯するように配線します。続きましてですね、サイドステップ、これ今樹脂のパネルがついてますけど、これを交換していきます。実はですね、これもう一部加工がしちゃって、この部分ですね、これ厚さをなるべく最初に抑えるためにここカットが入っています。で、なんでカットするかっていうと、一番後ろの部分だけこのサイドステップと一体型になっているので、ちょっとここを交換するわけにはいかないんで、ここだけカットになってます。一応これ交換した場合はこっち側のパネルがこっちに被ってくるような形になるんで、見えないもんね、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっとそこもあと装着を見てもらおうかなと思います、うん、はい、続いてですね、リアゲートスポイラーですね、こちら取り付けていきます。お願いします。リアゲートスポイラーの取り付け完了しました。ということで全部部品取り付け完了しました。だいぶイメージガラッと変わると思うんですけど、ちょっと付けたパーツも一回一から紹介していくと、まずフロントはこれですね、フロントスポイラー、ここまで純正バンパーですね。でこれはちょっとこの辺とか塗装が入ってますけど、この辺もですね、ここから下ここだけ変えてます。これ実は LED で光るようになってます。でこの部分ですね、デイライトとして配線してますんで、エンジン始動で光るように今配線の方してあります。このデザインのところで言うと、側面に向けてこうせり上がっていくようなラインをつけてあるんですけど、これがですね、実はこのハリアーのヘッドライトのこの光り方にちょっと近いようなものができたらなっていうので作ってあります。じゃあ次は、はい、続いてサイドステップですね、はい、片側1、2、3ピースの構成になってます。へこんでる部分、塗り分けの塗装を施してあって、この部分はガンメタ、面のところは黒にしてダークなトーンを入れることでより奥行き感を出すようなイメージで塗装してあります。でこの部分も純正と比べると、ここ全部樹脂の部分だったのがボディ同色になっているので、
全然イメージがまた違うんじゃないかなと思います。今こう上側から見てもらってもこれだけ立体感あるんですけど、本当はね膨らんではみ出しちゃってるような感じではないですね。でこれが純正だともっとぼっこりしてホイールがすごい引っ込んで見えちゃうんですよね。なんでこの部分は結構内巻きにするのとここの厚さをとにかく抑えることっていうのを割と第一優先ぐらいで考えさせてもらった感じです。わかりました、はい、じゃあ次、はい、で続いてリアハーフスポイラーですね。これはかぶせで作ってあるのでここから下側です。これが樹脂の部分にかぶせてつけてあります。なんでこのと見えてますけど若干樹脂残ってます。ここですね。はい、でここ本当はメッキなんですけどね、ガンメタで塗ってあります。モールですね。はい。でこの部分ですね、これ赤いライン入ってますけど、これただのモールっていうわけじゃなくてですね。あります。フロントに使ってたファイバーと同じものを赤の点灯色で使ってます。これなんでこんな長くいたかっていうのがですね、ハリアーの Z グレード以上だとロングのハイマウントストックが、そうですけど、これと、まあ、同じようなイメージできたらかっこいいかなと、上が光って下が光って真ん中光ってていいね。これはいいよ。このハイマウントストップランプありきでデザインしました、はい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 、はい、でリアハーフスポイラー装着にあたってこれですね、専用の4本出しのマフラーですね。で種類としては普通のステンレステールとあとこのチタンブルータイプになるんですけど、本物チタンじゃないんですけど専用の染める液を使ってチタン風に見せてます。でエンジンをかけます、かけるか、はい、ちょっと吹かします。これが初めてカーボンで作ってみたんですけど、プロトタイプっていう部分もありますけどかなりスポーティーな見た目になったんじゃないかと思います。でこれがエンブレムのこの最後部からはちょっとせり出しているような感じですね。でこの部分、真ん中の部分はわざと中空な状態にさせて、ここから流れる雨がですねピタッとつけてしまうとここにすごい溜まってしまうんで、それが抜けるように作ってあります。はい、ということで今回80ハリアーのエアロトル付けのご紹介でした。こちらのハリアー、弊社のデモカーとしてですね、来年2023年1月東京オートサロンで弊社ブースに展示させてもらいます。なのでぜひ実車を生で見ていただけたらすごく嬉しいです。はい、ということで今回の動画は80ハリアーのエアロトル付けのご紹介でした。この動画いいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。